皆さんこんにちは。黄金世代やプラチナ世代が大活躍し人気を博している国内女子ゴルフツアー、中でも注目されている選手が山下美夢有さんです。2022年にメジャー初制覇を含む年間5勝を挙げ、史上最年少となる21歳103日で初の年間女王に輝きました。また2023年には日レイレディスで節目の通算10勝目を記録しています。21歳320日での到達はあの宮里藍さんの20歳105日に次ぐ2番目の年少記録となっています。150センチと小柄ながら群を抜くゴルフの実力を誇り、魅了されている方も多いのではないでしょうか。この機会に山下美夢有さんについて詳しく知ってみてはいかがでしょうか。まずは山下美夢有さんのプロフィールを見てみたいと思います。山下美夢有さんは2001年8月2日生まれ、大阪府寝屋川市の出身です。身長は150センチで血液型は A 型。2023年11月現在22歳となります。現在は加賀電子に所属しています。美夢有という名前には美しい夢があるようにという両親の思いが込められているそうです。素敵な名前です。山下美夢有さんの出身高校は大阪桐蔭高等学校です。同校は部活動が盛んであり、特に硬式野球部やラグビー部は強豪として知られています。山下美夢有さんはゴルフ部に所属していました。2019年全国高校ゴルフ選手権で優勝を果たしました。山下美夢有さんの家族構成は5人家族で、ご両親は共働きだそうです。山下美夢有さんがゴルフを始めたのは5歳の時でした。母曰く、幼少期の山下美夢有さんは部屋でもスイングするなどゴルフのことばかり考えている子だったそうです。そして母ゆきさんが真っ先に思い出す山下美夢有のゴルフへの情熱、練習熱心さがわかるエピソードがあります。それは山下美夢有さんが子供の頃、家族で伊勢神宮へ旅行に行った時のことでした。車に乗り込むと山下美夢有さんはママとランで観光してきてと述べたそうです。あっけに取られる母ゆきさんに構わず、山下美夢有さんは父に練習場に連れて行くように頼んだといいます。実は山下美夢有さんは母に内緒でゴルフクラブを車に積んでいたそうなのです。旅行先でも練習したいという根っからのゴルフ好きなことがわかります。父勝臣さんは現在山下美夢有さんのコーチを務めています。しかし実はゴルフ未経験だったそうです。父勝臣さんはゴルフのことを全く知らなかったため、娘山下美夢有さんと同時にクラブを握り始めたといいます。娘と一緒にゴルフを学び熱心に研究しました。山下美夢有さんが寝ている間も父勝臣さんは夜中に起きて海外メジャーの試合を見て研究したそうです。また自分で試した練習やトレーニング法を娘山下美夢有さんに勧めたとのことです。山下美夢有さんのルーキーイヤーの時代には約300万円を先行投資し、弾道計測器トラックマンを購入しました。山下美夢有さんがゴルフに集中できる環境を父勝臣さんが作ってくれていたそうです。山下美夢有さんは、父は私と弟妹のためにとにかく一生懸命でいろんなことを考えてサポートしてくれますと語っています。自分の子供のためならどんなことでも厭わない、そんな素敵なお父さんなのでしょう。一方母ゆきさんはいつも笑わせてくれるムードメーカーだそうです。母ゆきさんはゴルフを全く知らないためストレートに物を言ってくるそうで、暗い雰囲気が一気に明るくなると山下美夢有さんは述べていました。山下美夢有さんは母ゆきさんのことをメンタルコーチと表現しています。実は1歳下の弟正幸さんもアマチュアゴルファーとして活躍しています。2023年4月には男子プロゴルフツアーで自身初のホールインワンを達成しました。国内男子ではアマチュアとして19人目の快挙だったそうです。姉山下美夢有さんと同様ゴルフのセンスがあるのでしょうか。また6つ下の妹蘭さんも2022年3月頃からゴルフを始めたそうです。
現在も年に2回は家族でラウンドを楽しんでいるようです。こんな素敵な家族に囲まれた山下美優さんはどのような性格をしているのでしょうか。笑顔が素敵でおっとりとしたイメージのある山下美優さん。山下美優さん自身、おっとりしているように見えるとよく言われますと語っています。実際はどのような性格なのでしょうか。実は山下美優さんは自身の性格について、大阪出身なのでかなりせっかちですと自己分析しています。例えばコンビニで買い物をする際も、決めるのはとても早いとのことです。その速さは同伴者もたまに驚かせるほどだと言います。また購入するのに時間がかかっていたり、いろいろと迷ったりしている人を見ると、早く決めてと思うこともあるそうです。とにかくこれらのエピソードからせっかちなことが十分伝わってきます。見た目と実際の性格にギャップがある点も魅力なのでしょう。ゴルフのプレーにおける決断に関しても、基本的にショットするまでは早いと思いますと答えています。2022年に賞金女王となった山下美優さん、今季2023年もすでにツアー4勝を挙げており、現在ポイントランキング1位をキープしています。2年連続賞金女王への期待が高まっています。そんな中、山下美優さんは自身のインスタグラムにある写真を投稿し、ファンからさすが女王などとコメントが寄せられ、話題になっています。2023年11月7日、山下美優さんは自身のインスタグラムを更新しました。リフレッシュと一言だけ添えて、おしゃれをしてケーキを楽しむ写真を公開しました。この日の山下美優さんは白い T シャツに白いジャケット、そして大きなサングラスというファッションでした。公開された写真に対し、ファンからは様々なコメントが寄せられました。さすが女王、ボスな感じ、さすが女王、おしゃれ、かっこええな、モデルさんやん、ハリウッド感出ています、コース上のオーラとは違い素敵ですよなど、称賛するコメントが相次いで寄せられました。プロゴルファーは親抜きに語れません。特に国内女子ツアーの現場ではそれ強く感じさせられます。昨季初の年間女王に輝いた山下美優の父、勝臣さんはゴルフ未経験者でしたが、不調時には救世主になる唯一無二の存在でもあります。そんな父には長くそばで見てきたからこそ分かることがあると言います。前述の通り、父は娘が5歳の時に一緒にゴルフを始めました。勝臣さんは会社経営者で平日は仕事をしています。フルでのツアー帯同は不可能です。しかし毎年 GW に開催のワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップでは練習日から会場に駆けつけています。昨年大会の初日、いきなり大会コースレコードの64をマークして単独首位に立った山下美優さんはこう述べました。何かを変えたわけではなく、強いてあげればスイングのリズムに細心の注意を払いました。練習場と同じリズムでスイングをする、トップで少し間を取ったらショットの精度が上がりましたったと語りました。この細心の注意は父勝臣さんからのアドバイスを実践したものでした。結果、前週まで3試合連続予選落ちだった山下美優さんのショットは劇的に変化していました。残り3日も好調を維持し、同大会でメジャー初優勝を飾ったのです。昨年父勝臣さんがサロンパスカップで山下美優さんが優勝後、取材陣に囲まれると、父勝臣さんは山下のスイングを実際に見てタイミングが早くなっていたので、トップで少しの間を取るようにと確かに言いました。ずっと見てきたスイングなので、ズレがあったらすぐに分かりますし、修正できますねと述べました。まさにそこを改善し勝利をつかみ取ったのです。山下美優さんは優勝で年間女王を決めた伊藤園レディス最終日、実感を込めて次のように語っています。あの日父と二人で練習をしました。それが一番心に残っていますし、教えてもらえたことが次の試合でも自信になりましたとしています。昨季は終盤になると、父勝臣さんは木曜もしくは金曜から会場にいたそうです。母ゆきさんは
その理由を勝臣さんがいると安心するみたいで来てほしいというのでと、それが山下美優さんの望みだったことを明かしています。しかし山下家では大学生で長男の正幸さん、高校生で次女の蘭さんもゴルフをしています。父勝臣さんは2人のコーチでもあり、昨日ほど山下美優さんに時間を取れない状況にあると言います。それでも調子を落とした時には現場で駆けつけることでしょう。共に歩み年間女王になった長女のさらなる高みを見るために、これからも二人三脚の活動は続いていきそうです。山下美優さんのが持つ強さの裏にあるものとは一体何なのでしょうか。それは決してどんな時も気負うことなく淡々とした態度が挙げられます。これは大会コースレコードを出した大会の初日の言葉にも表れています。何かを変えたわけではない、集中することは当然、強いてあげればスイングのリズムに細心の注意を払った、練習場と同じリズムでスイングする、コックで間を置いたらショットの精度が上がったとしています。笑顔を交えながら興奮するでもなく、あくまでも自然体なのです。当時20歳とは思えない落ち着きを最後まで貫いていました。子供の頃からゴルフ一色の選手が多いツアーではどうしても交友関係に偏りが出ます。そんな中でゴルフだけじゃなく礼儀とか考え方もレベルアップして大人になっていかないといけないと思いますと述べています。いかがだったでしょうか。今回は山下美優さんのこれまでの経歴や強さの秘密について調べてきました。現在コーチも務める父勝臣さんはゴルフ未経験だったことに驚かれた方も多かったことでしょう。自身の時間を削って試合を研究したり、大金をはたいて器具を購入したりと、娘のために全力でサポートする姿勢に心打たれます。またムードメーカーである母ゆきさんが精神面で支えてくれているということで、家族総出で山下美優さんをバックアップしているのが素晴らしいと思います。おっとりとしたイメージのある山下美優さんですが、実際はかなりせっかちだったことにも驚かされます。見た目と実際の性格が真逆な点も魅力となっていることでしょう。優勝争いのような緊張する場面になればなるほど厳しい自分との戦いが必要なのがゴルフというスポーツです。人間的に成長しようという気持ちを持った山下美優さんの強さがこれまでの勝利につながったのではないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価をお願いします。